はい。時間になりましたので、えー、始めさせていただきたいと思います。えー、っと、セッションタイトル、今日からわかる AV オーディオエンジンのすべてという名前で登壇させていただきます。浦部俊平と申します。よろしくお願いします。 では、まず、簡単な自己紹介から、自己紹介から、えっと、いたいかなと思います。え、浦部俊平と申します。えっ、ー、と、合同会社ナクサという会社の代表をやっておりまして、まあ、主にエンターテイメントのライブ配信の、まあ、アプリだったりとか、サーバーサイドとか、まあ、そういったところを担当しています。 で、まあ私自身ですね、まあ結構そういう音とかにはすごく昔から、あの、すごく興味があって、まあ最近だと作曲をやったりとかですね、まあそういった形で結構音と戯れていたりしていて、あと、まあ全然関係ない話だと最近はネットワーク運用っていう形で、あの結構あのネットワークの低いレイヤー、BGP とかを使いながら、まあいろいろ楽しんでいるっていうのが最近の趣味だったりはします。 で、iOS で好きなフレームワーク、まあこれらのフレームワーク今書いてあるんですけど、皆さんご存知ですかねこれらのフレームワークのうち、まあオーディオツールボックスに関しては今日のセッションで出てくると思うので、あの、もしわからないよっていう人も、まあこのセッションを聞けばオーディオツールボックスってどういうフレームワークなんだろうっていうのも大体わかってくると思うので、ぜひお聞きください。では、まず最初、初めにですけど、 えっと、まあ、iOSDC、前夜祭ということで、まあ、このセッション、タイムテーブルに沿って、今、多分、二つ目のセッションということなんですけど、皆さん盛り上がってますか はい。えー、今回ですね、まあ、あの、ニコニコ生放送の方で配信されるということでして、まあ、私自身、こういった、あの、まあ、イベントの参加、イベントでこうやって、あの、まあ、事前収録という形なんですけど、あの、登壇させていただくのはすごく初めてでして、まあ、こういった形っていうのはすごく私も慣れていないところは多いんですけど、まあ、なるべく皆さんに、まあ、飽きずに楽しんでもらうためにも、まあ、私自身テンションを上げて話していきたいなと思ってます。 なので皆さんもぜひコメントとかで8888 88とかいろいろねコメント書いてくださるとすごく助かります。そしてまあ今日も前夜祭なんですけど、まああの明日明後日まあ本セッションもあります。あの明日明後日も素晴らしいセッションがあると思うので皆さんもぜひ明日明後日ご参加いただきたいなと思います。でですね、今日のセッションなんですけど、まああのニッチな枠ということを最初事前にいただきましてどういうことを話そうかなと思ったんですけど、まあ後半、後半は結構かなりニッチな話はするんですけど、まただですね、今回のセッションはまあその 全然こういう iOS のオーディオ周りとかをあの知らないって方も全然、あの、 聞けるセッションにしたいなと思ってます。で、えっ、ー、と、ま、IS のオーディオとか全然知らない方は、今日のセッションを聞いていただいて、で、あの、私以外にも、その今回話す AB オーディオエンジンっていうのをテーマにしているんですけど、まあ、明日、明後日のセッションで AB オーディオエンジンについて語る、あの、話される、あの、相談者の方もいらっしゃるので、まあ、私のこのセッションは、まあ、それをま、学ぶ上での、ま、基礎知識みたいなところを、私のセッションで、ま、大体、あの、知っていただいて、まあ、それを知った上で明あ、明日、明日、明日、後日のセッション、他の 方々の登壇とかを聞いていただければなと思っております。はい。でですね、今日はまあ日地な枠っていうことなんですけど、まあ本当にね、やっぱり後半とかに釣り、後半になるとやっぱりすごくやっぱりあの、マニアックな話しかしないんですけど、 まあ、さすがにね、あの、マニアックな話だけしすぎて、みんな眠ってしまうかなと思うんで、まあ、あの、いろいろできるようにね、こうなんか雑談とかね、あの、いろいろ例えたりとかしながら、あの、あの、皆さんが飽きずにね、あの、聞いていただけるようにいろいろ工夫しようと思っているので、まあ、そこはよろしくお願いします。そしてですね、まあ、今回ちょっと40分という枠をいただきましてね、最初僕も、えー、申し込んだ時は多分40分かなんかで申し込んだと思うんですけど、あの、いざ、この資料を作り始めて、いや40分長いなって、ちょっと正直思い始めて、まあ、資料の内容的には結構 結構ボリューミーにしているんですけど、まあちょっとその、あの、まあ40分ずっと話しまくるのもさすがに疲れるので、まあ私もあの、登壇中適宜水分とか取っていくので、皆さんもご視聴いただいて皆さんもね、あの適宜水分とか取りながらね、ご視聴いただければなと思います。で、今私の、えっ、ー、と、横にこういうお水がですね、この今お水がこうあって、これあの ISDC のあの、お水。 二つ、えー、いただいてるんですけど、このお水を飲みながら、あの、適宜ね、水分入れていこうかなと思ってるので、あの、まあ、ちょっと水分休憩、あの、したいときはちょっとそういう感じに飲むので、まあ、そこはちょっとあらかじめご了承ください。 で,ですね、あとこのセッションにおいては、まあ、表現的な方法、あの、ま、時間の都合とかで簡略化している部分とかもあります。で、あとは誤字脱字とかも、あもしかしたらあるかもしれないですし、まあ、表現の間違いだったりとか、技術的にここちょっと違うととかあるかもしれないです。そうなった場合は、あの、すごくあの、ま、いろいろご指摘とかいただけるとすごく助かりますので、そこはあの、ぜひともいろいろ言っていただければなと思っています。はい。ということで、まあ、大体ちょっとね、5分ぐらい経っちゃったんですけど、じゃあまずは、えっと、本題に入れようと思っております。 でですね、今日の、まあ、えっと、お品書きというか、目次なんですけど、えっと、まず最初にですね、まあ、はじめに行ってところがあって、で、まあ、はじめに行ってところの後に AV、あの、オーディオユニットの話をして、その次に AV オーディオセッションをして、その次に AV オーディオエンジンの話をして、AV オーディオノードの話をして、最後に、まあ、実装の話をして終わろうかなと思ってます。でですね、AV オーディオエンジンなのになんでこんなコアオーディオの話ばっかりしてるのかっていうのは、まあ、ご聞いていただければわかるんですけど、まあ、AV オーディオエンジンって結構割と、まあ、高レイヤーの API で、 ただから実際中は、まあ低レイヤーな部分とかも実際は使われたりしていて、まあそういう低レイヤーの部分を知っておくと、まあ a v u エンジンの挙動だったりとか、細かい部分とかトラブルシューティングとかはすごくやりやすくなるので、まあそういった意味でこんな目次にしています。はい。ということでじゃあまず最初ね、えー、っと、 まず最初に、まあ、えっ、ー、と、1、はじめにかな。はめにから、えー、かしていただきたいなと思ってます。で、まず最初にですね、まあ、コアオーディオっていうの皆さん知ってますかねなんか、あの、どうやら Windows とかにも確かコアオーディオってなんか名前があるらしいんですけど、まあ、今回はですね、えっ、ー、と、iOS のコアオーディオについて話したいと思います。そして、コアオーディオにはですね、まあ、5つのフレームワークがあって、その中にサービス的機能があるんですよ。 で、えっと、これあの、WRDC の2014の資料を、ま、一応抜粋いただい、抜粋した資料なんですけど、iOS のオーディオスタックっていうのは大体こういう感じに分かれていて、まあ、AV ファンデーションっていう皆さん多分聞き、あの、聞いたことあると思うんですけど、AV ファンデーションが一番上にあって、ま、下にオーディオツールボックスとかがあって、その下にはこの、今日は、今回話すオーカーオーディオというレイヤーがあります。 で、コアオーディオの、ま、一部の機能は、あの、A、AB ファンデーションっていうところに、ま、移動されていて、あの、どういう機能かっていうと、昔、オーディオセッションって呼ばれてたやつが、今だと AB オーディオセッションっていう名前になってたりとか、あとは、今日話す AB オーディオンジンも、昔は、あの、AU グラフっていう機能だったんですけど、それが AB ファンデーションに移植して、AB オーディオンジンになったりとかしていて、で、大体これって、大体あの、プレフィックスに AV ってついてるやつは、大体 AB ファンデーションつったやつだなっていうのを、ちょっとなんか、まあ、ちょっと頭の隅でも思っていただければ 思いますで、まあ先ほども言いましたけど、コアは、まあ、オーディオ覚えなくても書けるわけるんですけど、コアオーディオを知っておいた方が、まあ後々役に立つことが多いので、まあそこはちょっとね、今日の話でちょっと触れていこうかなと思っています。では、まず2番目、オーディオユニット。 はい。えー、オーディオユニットと呼ばれるのは、まあオーディオの処理のプラグインを使用するためのインターフェースと書いておりますと。で、オーディオユニットって、まあ Mac とかでも使えるんですけど、Mac だと、あの、自分でカスタマイズしたオーディオユニットとか使えるんですけど、iOS だと、まぁ、あ、Apple が提供している標準のオーディオユニットしか使えないんですよね。で、どういった種類があるのかっていう話をすると、えー、こんな種類があります。 え、だいたい6つかなアウトプット、ミュージックデバイス、フォーマットコンバーター、ーエフェクト、ミキサー、ジェネレータとこの6つあります。じゃあ、それぞれ1個1個見てみましょうか。えー、まずはアウトプットですね。で、ここ、あの、結構あの、割とね、あの、iOS のオーディオ界隈だとよく出てくるリモート IO だったりとか、ボイスプロセッシング IO。これ略して VPIO とよく言うんですけど、あの、リモートがいい ?VPIO がいいってよく言う人がいるんですけど、 まあ何のことかってよく言われたりするんですけど、それはこれのアウトプットのことを指しています。で、基本的に iOS っていうのはまあリモート IO っていうのを使っていて、リモート IO は通常に、あの、まあ、 入出力、ともに普通の標準だと思っていただければいいんですけど、下のボイスプロセッシング IO っていうのがあって、これはですね、あの VOIP を使うときに使われるもので、例えば電話をするときとか、あとは Zoom とか Discord とかスラックの電話機能を使うときとか、まあ、とにかくそういう電話とかを使うときって基本的に自分の声が相手に跳ね返っちゃ、あの聞き取りづらいじゃないですか。なので、その自分の声を相手に跳ね返らないようにエコーキャンセルしたりとか、あとはその通話をしていてこうやって 耳で当ててる時に結構あの、いろいろ触るとノイズが入っちゃうんで、まあそのノイズを減らすためにもノイズキャンセリングとかがする必要があるんですけど、このボイスプロセッシングアユっていうのを使うとノイズキャンセリングが自動的にオンになるって素晴らしいものがあります。まあこれに関しては後でいろいろ使っていく。 と思いますはい。で、あとはミュージックデバイスっていうのがあって、まあ、これはなんかあまり使われることないですけど、サンプラーを鳴らすために使うオーディニットがまあ,あったりとか、あとフォーマットコンバーターですね。で、これはまあ、あの、基本的になんかあの、名前の通りフォーマットを変換したりとか、まあ、あとはですね、ピッ、タイムピッチを変えたりとか、もうここでやるらしいです。はい。で、あとはエフェクトですね。このエフェクトなんか見覚えないですか なんか、AB オーディオエンジンをちょっと最初触ったことある人なら見覚えあるかもしれません。まあ、このエフェクトも実はですね、まあ内部は多分これを使っているんでしょうけまあ AB オーディオエンジンは多分その、まあこれをね、あの実際内部的には使われているかもしれないですね。はい。<laughs> で、あと最後ミキサーですね。で、ミキサーに関してはまあこういう感じのミキサーのノードがありますと。で、あとはまあジェネレーターですね。このジェネレーターもちょっと見覚えがありますよね。はい。 で、このジェネレーターはね、二つありまして、スケジュールでサウンドプレイヤーっていう、まあ、再生するやつと、あと、オーディオファイルプレイヤーっていう、この二つあるみたいです。はい。で、えっ、ー、と、まあ、この、今までさっきオーディオユニット話したんですけど、あの、まあ、さっきあるみたいですっていうのを話してたんですけど、まあ、ディオユニットをこれそのまま使うのはとても大変なんですよね。なので、AV ファンデーションではオーディオユニットをラップした AV オーディオユニットっていうのを使います。 なので AV オーディオユニットを使うことで内部的にはまあこれらを呼び出しているということなんですよね。はい。ということで、えっと、オーディオユニットの話をしました。じゃあ次3番目、AV オーディオセッションの話をしたいなと思います。で、もうこれ AV って付いてるか皆さんご存知だと思うんですけど、これ AV ファンデーションのまあ中にあるやつですね。 はい。で、AB、まあ AB オーディオセッションを語るには、オーディオセッションを語らないといけないかなと思って、一応書いてあるんですけど、昔々はオーディオセッションっていう名前で、確か、え、オーディオツールボックスだったかなに確かあったんですけど、今は AB オーディオセッションっていう名前に変わってます。で、この AB オーディオセッションはどういうものかっていうと、まあ他のアプリケーションの状況とかに応じて音をコントロールしたりとかする、まああの、まあ機能でして、まあこれを使って iOS のいろんな音とかをいろいろ、あの、この AB オーディオセッション で、ですね AV オーディオセッションのモードっていうのがいろいろあって、まあ、全部は書いてないんですけど、よく使うものを言った場合、えっと、書いております。でも、まあ、デフォルトはよく使われる、通常使うものなんですけど、えっ、ー、と、このボイスチャット、ビデオチャットってやつですね。で、うん AV オーディオレコーダーとかを使うときは、このボイスチャットとかを使うと、さっきオーディオユニットの時に話した、そのボイスプロセッシング概要というのが有効になるので、いわゆるノイズキャンセルとか移行キャンセルが聞いた感じになるんですよね。 はい。あとは、ムービープレイバックっていうのもあって、ムービープレイバックをすると、なんかステレオが強化されたりとかですね。あとは、スポークオーディオっていうのもあって、スポークオーディオは結構扱い方が難しいんですけど、まあ簡単に言うと、カーナビとかを、あの、カーナビで例えば Google マップで歩いてて音楽聴いてる時に途中で Google マップさんが音声案内するじゃないですか。その時って、まあ音がちっちゃくなったりとか止まったりするんですけど、そういう時にこのスポークンオーディオっていうのを使ったりします。 で、あとはカテゴリーもいくつかあって、まあアンビエントプレイバックとかがあって、まあ大体アンビエントプレイバックの簡単な違いを説明すると、アンビエントっていうのは指定すると、あの、端末をロックしたりとか、あとはミュートのスイッチを、あの、サイレントスイッチかな、押したときは音が消えちゃうんですよね。 ただ、これがプレイバックだと、あの、ま、ロックした時とか、サイレントスイッチを押しても、まあ、ぶっちゃけあの、音は流れますよっていう話です。で、あと一番下のレコードっていうのは、これはあの、音を録音するときに使うんですよね。あの、音を録音するときにレコードっていう、あの、セッションを使わないと、音が入ってこないです。で、あとは逆に再生しながら、えっと、録音したい場合とかは、プレイレコードっていうレコード、え、カテゴリーをセットします。そうすることで、再生と録音が両方使えます。 で、オプションズもいくつかあって、まあ、w i ズあの、えっ、ー、と、ミックス i t h o t っていうのは、えっ、ー、と、まあ、音、普通だったら音流して他の音が入ったら止まるんですけど、ミックスウィ h o ー h 使うことによって、あの、他のアプリが音鳴らしてても、その、まあそ、止まらずに上書きというか、ミックスされた感じで音が流れたりとかできるって感じですね。まあ、あとは、アロブルートゥース、アオウエアプレイヤー、 とかあるんですけど、これはまあ、あの、Bluetooth とか AirPlay とかが、あの、まあ、使えるようにするっていうやつで、まあ、これをオンにすると Bluetooth か音拾いたりとか AirPlay で流したりとかしますね。はい。で、あとデフォルト l スピーカーっていうのは、今日どうしてもスピーカー優先にしたい場合は、これをよく使ったりはしますね。はい。ただちょっとデフォルト l スピーカー使うとたまにきょうどおかしくなるんで、あんまりちょっと僕は使わないかなと思った人なんですけど。 はい。で、あと他にも、あざあズいろいろありまして、まあ、例えばサンプリングレートを設定、設定というか正確に言うと、あの、優先するだけで必ず使われるとは限らないんですけど、サンプリングレートだったりとか、あとマイクもですね、まあ iPhone って僕、今この手元に iPhone あるんですけど、ここにあるマイクと、あとここの背面にあるマイクあるんですよ。で、このどっちのマイクを使うかっていうのを、このエ,エビオエイドセッションで選べたりとか、えー、あとはその、強制的に Bluetooth とか流したいってなった時に上書きできるやつとかもあったりします。 で、AVU ドセッションのアクティブっていうのを押すと、AVU ドセッションが有効になるんですけど、アクティブするときに、まあ、その、何度もアクティブしていいのかどうかってよく言われるんですけど、正直何度もアクティブしていいです。というか、アクティブたまにならないときもあるんで、もう正直アクティブは何回してもいいかなって個人的には思ってます。でただ、その、アクティブはしたまま、 放置しっぱなしってアプリ結構多いんですよ。まあ正直言うとアプリ閉じたらまあ厳密にうと OS が開放してくれるのかもしれないですけど、まあなるべくね、セッション一回使っても使わなくなったらアクティブ、アンじゃなくてディアクティブかな。あのまあフォルスとかにして、あのセッションは開放してあげた方がいいです。でですね、この AVO でセッションを開放するっていう話なんですけど、このまあただ自分でこの <laughs> まあ開放するのも面倒くさい人もいると思うんで、そういう場合は、えー、その notify、notify、 えー、オーフン、オン、えー、ディアクティベートっていうなんかオプションがあって、それをやると勝手に解放されるみたいなオプションがあるんで、まあそれをつけるといいかもしれないですね。<laughs> で、あとは、ノーティフィケーションセンターを使うとですね、ABUD セッションの、まあいろいろな、えっ、ー、と、まあ通知とか、え、こルバックとかを受け取ったりできます。で、これを使うと、まあ他のアプリが、あの、もし、あの、なんか鳴らした場合に、まあなんか鳴らしましたよって通知を受け取れたりとか、あとは Bluetooth からスピーカーに切り替わった場合にイベントとかをこれ取れたりします。はい。 じゃあ次は AB オーディオエンジンの話、いよいよ本題の話をしたいなと思ってます。で、まあ AB オーディオエンジンはこの AB ファンデーションのレイヤーにあるものなんですけど、えっ、ー、と AB オーディオエンジンとはまあオーディオ信号のまあ生成とか処理とか、あとは入出力とか、あとはこの後説明するんですけど、オーディオノードとかの繋ぎ込みをやるまあクラスです。 で、まあ、あの、先ほどもちょっと話したと思うんですけど、au グラフっていうものがあったんですけど、まあ、それが基本 AV ファンデーションに移植されたというイメージですね。で、まあ、au グラフだと、ま、なんかグラフオブジェクトで、ま、つなぐみたいな感じだったんですけど、AV オーデンジも大体、あの、ほぼ同じです。で、まあ、au グラフは実はね、結構、あの、すごく使いづらかったんですよね。まあ、結構はその下のレイヤーだったので。まあ、ただそれが AV ファンデーションに移植されたことによって、すごく使いやすくなったので、まあ、すごく便利な、え、ものになっております。 そじゃあ次は、えっと、オーディオノードの、AV オーディオノードの話をしたいなと思ってます。で、AV オーディオエンジンっていうのは簡単にこんな感じで、えっと、つなぎ込むんですけど、えっと、ま、プレイヤーノードっていうのが、ま、音楽とかを再生したりするときにね鳴らすやつ。で、インプットノードっていうのはこのマイクとかに入力するときに使うやつ。まあ、どっちでもいいんですけど、まあ、大体こういう感じで入ってきて、で最終的にはミキサーノードっていうのにミキサーされて、それが結局アウトプットで出るって感じですね。 で、えっと、AV オーディオノードっていうものが、えっと、まあ、こういうのをつなげる一個一個の塊、モジュールですね。で、これをつなげることによって、まあ、音をね、あの、いろいろ自由自在に操作することができますと。で、えっと、基本的にアウトプットのノード以外はフォーマットは共通にする必要があったりとか、あとはその、このミキサーとアウトプットですね。これはなんか明示的に呼ばれるものなので消すことはできないですと。 まあ、あとは結構配達将棋なんで、まあなんかその、一つのノードをなんか、えなんか二つ以上なんか、えー、やったりとかすると、なんかデッドロックとかで、なんかレースコンディションで落ちたりとかするんで、まあ基本なんか一個のノードは一個しかできないよみたいな、なんかそんなイメージで思ってもらえればなと思ってます。 で、まず最初にこのプレイヤーノードについてお話しますね。で、プレイヤーノードっていうのは、ま、音を再生することができるんですけど、これってよくね、AV オーディオプレイヤーとか AV プレイヤーと一緒なんですかって言われるんですけど、これは違います。で、これは多分あの内部的にはさっき言ったオーディオニットのまあプレイヤーを呼んでいるので、これは全く別だと考えてもらっていいです。で、えっと、ま、この、ま、AV オーディオプレイヤーを、AV オーディオプレイヤーノードを使うと、まあ、AV オーディオファイルの、えっと、まあ、 ファイルを再生したいとか、あとはバッファーを、任意のバッファーを再生したいとかすることができます。 で、次がこのインプットノードですね。で、インプットノードに関しては、まあ、これはあの、まあ、結構これも暗黙的に呼ばれたりはするものなんですけど、まあ、あの、マイクとかを、えー、マイク、マイクとかというかマイクですね。あの、端末のマイクとかを拾うときに使うノードです。で、このノードを、ま、えっと、そのまま渡してもいい、いい、ですけど、他の、えー、このノードをですね、まあ、一番最後に出てくるインプットタップとかをつなぐと、ここから音を拾いたりとかですね。ま、いろいろすることができます。はい。で、次、ミキサーノード。 で、ミキサーノードは、まあ名前のとりミックスするノードですね。はい。まあ、なのでミキサーです。で、まあこれミキサー実はなんかミキサーノードだけは確かあの、いろいろなんか入力できたような気がします。ちょっと曖昧で覚えてないと思います <laughs> ちょっとそうだったような気がします。で、まあいろいろフォーマット異なってても問題はないっていう感じですね。はい。で、最後アウトプットノードですね。で、アウトプットノードは、まあこれは結局ハードウェアに出力するノードで、皆さんのスピーカーとこか,から聞こえるやつです。はい。 で、あの、基本的に、ま、いろいろ、あの、そのノード繋げていくんですけど、最終的にはこのアウトプットノードに、あの、たどり着きます。で、アウトプットノードは基本消すことはできないんですよね。だから、あの、この喋ってる音をなんか消したいから、アウトプットノードをいらねっぽいっていうのはできないんですよ。絶対繋ぎ込まないといけないんですよ。だから、じゃあこれずっとさ、なんか自分のマイクから拾った音がずっとスピーカーに流れてしまうのかっていう、 と、もう疑問に思う,もうもかもしれないですけど、これに関してはちょっとあの、いろいろ、えー、回避方法があります。そこは後で説明します。で、あとはあの、オーディオエンハースメントってところで、えっ、ー、と、こういうこれらのリバーブとかタイムピッチとか、えっ、ー、と、あとは、 えー、まあいろいろなエフェクトとかディレイとかディレーションとかイコライザーとか、ここら辺はよく最近だとピッチ変えてね、あの VTuber みたいな感じでボイスチェンジャーしたりとか、まああとはちょっと歪みを入れてね、音にちょっと臨場感を持たせたりとか、あとはイコライザーとかを使って、まあハイ上げたりとかロー上げたりとか、そういう時によく使えますね。まあ大体そういうの、多分皆さんも馴染みあるんじゃないですかね。まあこういったエンハースメントっていうのを使うことができます。はい。 で、ちょっとここまで話してきて、ちょっと、えっ、ー、と、使ったので、一旦ちょっとお水飲みます。すいません。ちょっとね、あの、これ一発撮りなので、なかなかちょっとあれなんですけど、ちょっとすいません、お水飲みます。ありがとうございます。ということで、まあ、これまで、あの、座学っぽい感じで、えっ、ー、と、まあ、オーディオユニットの話とか、えっ、ー、と、AB オーディオセッションの話とか、 AV オーディオエンジの話をしましたけど、皆さんどうですかね分かってくれましたかねまあ、あの、難しいと思った人もね、まだここの資料を見ただけではわかるとは思ってはいないので、まあ、これに関してはね、まあ、いろいろちょっとあの、後で見直したりとか、いろいろ学びながら、まあ、いろいろ理解を深めていただければなと思ってます。なのでね、まあ、そういったわからない部分とかは、いろいろなんか、ツイッターだったりとかコメントとかにいろいろ書いてもらえれば、まあ、全部は見切れないですけど、まあ、コメントとか大体一通り、 目を通そうかなと思っているので、よろしくお願いします。じゃあ次ですね。えっ、ー、とまず、えー、と具体的な実装についてお話ししたいなと思ってます。で、AB オーディエンジンの基本的な使い方はめちゃくちゃシンプルです。 えっと、まあ、こんな感じで、まあ、AB a ー d i o e ン g ンとか、まあ、今回の場合はデュレーションとあとリバーブ使うんですけど、あの、ま、大体こんな感じで、えっと、ま、えっと、まず最初こういうのを用意して、で、まず最初にいきなり使おうと思っても使えないんです。なんでかっていうと、さっき説明した AB a ー d i o s e s s i が必要になってくるからですね。うん、AB a ー d i o s e s s i をアクティブにしないと基本的に有効にならないので、まずアクティブにしましょう。はい。 ということで、今回はプレイヤーのレコードというところで、えっと、音楽の再生と録音をセットします。で、この IO のバッファーの、えー、っと、のこの部分ですね、デュレーションかな。これ設定、これなんだっていうね、多分思った人いると思うんですけど、 これ設定するとですね、基本的にこれ設定しないと IOS は標準のバッファーサイズで音を取るんですけど、これをそ設定すると任意の,、まあ、あのバッファーサイズで音を取ることができるんですよね。まあ、なので、なんかいろいろ細かくチュ,ーニングしたいチューニングしたい人とかはこれを設定すると、まあ標準のバッファーサイズよりも少なく音を取ったりとか逆に多く音を取るというかバッファーサイズを増やしたり減らしたりとかすることができます。はい。で、えー、っと、まあそういうのをセットしてあげて、えー、これをアップ。 アクティブにすると、えっ、ー、と、実際に a b o オセッションが有効になるということですね。ちょっとこの、えっ、ー、と、スライドだとアクティブの部分をちょっと書いてないんですけど、実際にはこれ、えっ、ー、と、セットアクティブトゥルーかなんかで書くと、えっ、ー、と、a b o オセッションが有効になります。で、えっ、ー、と、まあ、ここまでできたですね。あとはもう、さっきほどちょっと座学でもお話ししたような感じで、えー、ノードをつなげていきましょう。で、インプットに関しては、マイクから取りたいので、エンジンのインプットノードを使います。 で、えっ、ー、と、アウトプットは、まあ、スピーカーから出したいので、エンジンのアウトプットノードを使います。で、フォーマットに関しては、インプットのフォーマットをそのまま使います。で、えっ、ー、と、その他に、まあ、デュレーションのプリセットをセットしたりとかですね、リバーブの設定をいろいろかけたりとかして、それを最終的につなぎ込みます。えっ、ー、と、今回は、えっと、エンジンアタッチなんで、リバーブを設定しますね。はい。 で、えっ、ー、と、まあ、リバーブとかを設定して、ちょっとデュレーションをこれ多分下にあると思うんですけど、ちょっと、えー、抜け落ちてますけど、これ実際にはデュレーションもこんな感じでアタッチします。で、えっ、ー、と、アタッチした後に、それだけで終わりかというと終わりじゃないんですよね。これをコネクト、あの、いわゆる、えー、ノードって、つなぎ合わすみたいなことをやらないといけなくてですね。あの、まあ、このつなぎ合わすのが AV オーディオエンジンのミソなんですけど、こういう感じでインプットからまず実、実、 ディストーションに行きます。そうすると、マイクから入ってきた音がディストーションのノードに来るんですよね。で、ディストーションのノードで、まあ、歪みとか入れた後ですね。この下の行。ディストーションかリバーブってきます。これはディストーションで歪みを出た音をリバーブノードに送って、リバーブノードがえー残響とかの処理をするんですよね。 で、リバーブノードが残響の処理をしたら、最後はアウトプットでアウトプットノードに出します。なので、これをやると端末のスピーカーからリバーブとディストーションがかかったマイクの音が聞こえることとなります。はい。まあそういう感じでこう繋げていって、最後エンジンスタートすると実行されるということですね。はい。という感じがちょっと基本的な使い方でした。 はい。皆さんどうですかねめちゃくちゃ簡単ですよ。AB4 レンジ。これをね、au グラフでやろうとするとめちゃくちゃめんどくさいのでね。本当に、あの、アップルさんありがとうっていう感じですね。ちょっとお水飲みます。よいしょ。いや、とても美味しい水ですね。いや、本当にお水大好きなんで、とてもありがたいです。ありがとうございます。はい。じゃあ次、えー、いっちゃいましょう。で、 音声ファイルを再生したい場合について話そうと思ってます。で、まあ、普通ね、音声ファイルを再生したい場合は、まあ、さっきちょっと話もあったと思うんですけど、えー、オーディオ、AV オーディオプレイヤーとか、まあ、あとは、まあ、AV プレイヤーで HDS なんか再生できたりするんですけど、まあ、それを大体使うと思うんですけど、AV オーディオエンジンはそんなものを使わなくても、この、えっと、AV オーディオ、えー、プレイヤーノードかな。あ、じゃ AV、 ab オーディオプレイヤー r のとかを使うと再生することができるんですよ。で、これ、どういうことをしたいかっていうと、例えば、その ab 4 0エンジンで最終的に出た音を、まあ、あの、rtmp とか、なんか、または音声ファイルに保存した場合に、あの、ま、自分、BGM とか重ねたいっていうケース結構あると思うんですよ。 例えば、交換音を一緒に、あの、マイクと一緒に合成させたいとかね。まあ、あると思うんですけど、そういう時って、あの、結構、なんだろう、ミックスを自分で書くのってすごく大変なんですよね。 あの、まあ、別に書けないことはないけど、みたいな。で、なった時に ABU 電磁ンだと、このプレイヤーノードを使うと、うまあ、プレイヤーノードで音を鳴らしたものを、それを結局、まあ、いろいろミキサーノードに行って、ミキサーノードがアウ,、まあ、アウトするなり、そっかアウ取るとかをすると、まあ、この音をですね、あの、マイクと一緒に入れ込むことができるんですよ。まあ、そういう感じで、とてもね、便利な、えー、ものとなっております。 で、この音を再生するときにはですね、まず最初に、あの、まあ、URL 突っ込めばいいだろうっていう、まあ、感じにはなるんですけど、ただ ABURL 突っ込むだけじゃダメなんですよね。まずこの AB オーディオファイルっていうものを作る必要があります。なので、AB オーディオファイルをこのような形で作っておきます。で、このような形で、ま、AB オーディオファイルを作ると、実際に音を鳴らすことができます。 で、ここでちょっと余談なんですけど、iOS には独自の拡張子があって、CAF って拡張子があるんですよ。皆さん馴染み多分ないと思うんですけど、まあキャフとか呼んだりするんですけど、まあこれは基本的になんか、まあこの Apple さん独自の拡張子なんですけど、中身は AAC だったりとか、あと最近だと o p u s っていう、まあ、コーディック対応したりしたんですけど、とかが入ってます。えっと、 最近の iOS の13とかだと、えっ、ー、と、音声の録音なんかでする標準のアプリあると思うんですけど、あれで録音したものは確か、えっ、ー、と、オーパスのキャフで保存されたような感じがします。で、まあ、こういうキャフっていう拡張子結構 iOS の中ではなかなか出てくるんですけど、あまり馴染みがないのでなんだっていう。<laughs> あの皆さん思うかもしれないですけど、まあ、基本音声の拡張子だと思ってもらえればいいです。で、こういう感じでセットすると、あとは、えっと、こうやって AB オーディオプレイヤーノードを、まあ、えー、あの、作りまして、で、そこは、ま、アタッチして、で、えっと、アタッチした後に最後のこのスケジュールファイルっていうところでさっきの AB オーディオファイルをぶっこんで、あとは鳴らしたいタイミングでプレイヤーのプレイをな、あの、実行させると音が流れます。 まあすごく簡単ですね。なんか効果音流しちゃえば、まプレイをこうバンバン押せば、その、なんか押した分だけ、あの音が流れるという感じなので、とても便利ですね。はい。もうこれだけでね、音がなんか乗っかっちゃうっていうのはすごく、もう革命的だなって僕はすごく、今結構、多分なんか AVOID エンジンのなんかノードの中では僕一番好きかもしれないですね。この AVOID プレイヤーノード。はい。まあそんな感じになってます。じゃあ次。インストールタップ。こっからめちゃくちゃ難しくなるんですよ。 ね、さっきはね、こんな簡単に実装できたじゃないですか。いや、もうこっからね、めちゃくちゃ難しくなるんですよ。だから、ちょっとね、あの、皆さんちょっと、何言ってんだこいつみたいな。終われるかもしれないんですけど、まあ、そこはね、あの、なるべく丁寧に説明しようと思ってるので、あの、よろしくお願いします。で、このインストールタップっていうのをするとですね、えー、っと、各ノードから、まあ、今日のさっき話した、あの、話をすると、ノードからノードへ音声がやってくるわけなんですよ。 で、ノードからノードで音声やってくる、この間に、このなんか流れるバッファーみたいなのを、あの、ぶっこ抜くことができるんですよ。まあ、正確に言うと、ま、指定サイトフォーマットで、まあ、くるんでぶっこ抜くっていうのはちょっとあるかもしれないですけど、まあ、基本、イメージ的にはそんな感じですね。まあ、なので、えー、例えばなんかミキサーノードの音をぶっこ抜いて、その音をぶっこ抜いたやつを、えっと、ファイルに生成したりとか、まあ、あとは、えっと、それをなんか RTMP とかで送って、 まあ、あの、youtube とかでアップロードするみたいな、えー、インジェストするみたいな、まあ、そういうやり方とかもできるんですよ。で、このインストールタップっていう使い方は、このちょっと、ちょっとすごくちっちゃくて申し訳ないんですけど、えー、ま、こんな感じで、えっ、ー、と、書きます。で、このインストールタップっていうのが、ま、クロージャーになってて、その下の中に、ま、バッファーが非同期にやってくるっていう感じなんですけど、まあ、その時に指定するのが、ま、フォーマットとか、まあ、どういうフォーマットがいいかとか、あとはバッファーサイズとかですね。で、入力のバスっていうのは、ま、これあの、 えっと、一番最後ぐらいに出てくるので、今は気にしなくていいです。で、これをやるとですね、あの、まあ、えっと、このインストールタップでできてですね、これの、えっと、応用的な使い方として、えっと、ファイルに書き込むことができるんですよ。で、えっと、この AV オーディオエンジンって、 あの、まあ、例えば ABOD レコーダーだと、あの、最初からそのファイルの今 URL を設定するとそこに書き出してくれるじゃないですか。ただ ABOD エンジンっていうのは、えっとそういうファイルに書き出すってものを標準では、えっと提供はしていないんですよ。なので、まあ、自分でそのファイルに書き出したい場合は自分で書き出す必要があるんですよ。 そうなったときに、えっ、ー、と、この AB オーディオファイルって先ほども出てきましたね。プレイヤーノードのときにお話ししましたけど、まあ、このファイルを作って、そのファイルに対して書き込むことによって、まあ、そこの URL に、えっ、ー、と、音声ファイルができるということですね。考慮することによって、まあ、AB オーディオレコーダーのようなことが実現することができます。はい。で、これはインストールタップのね、バッファーそのマン書き込めばファイルができるという感じですね。はい。じゃあ次、音声を出力しないようにする。で、 あのー、例えばですね、多分一番この聞いてくださる皆さんの中で一番ユースケース高いものとしては、 まあ、あの、R10P で流したいみたいな話あると思うんですよね。最近結構ライブ配信アップル多いですから。で、流したいときに、あの、R10P で音流したいんだけど、スピーカーから音を出したくないっていう人多分絶対いると思うんですよ。ね。配信してるのに配信者のスピーカーから音流れてたら、それはそれでなんか嫌ですし、その音が入ってね、逆におかしく、音がちょっと気持ち悪くなるってのは嫌じゃないですか。で、やっぱ出力したくないわけですよ。ただ、出力したくはないけど、ちゃんとその、あの、マイクとかいろんな音取ってきた 音は、あの、ちゃんと、その、えっ、ー、と、他の、ま、ライブラリーの時に渡して、音声を流したいって多分あると思うんですよ。正直にどうやって実装するかっていうお話をしたいなと思うんですけど、えっ、ー、と、基本的にこのミキサーノードっていうのを使います。で、今回、ミソとなるのが、ミキサーノード2つ作るんですよね。で、なんで2つ作るのかってお話をすると、まず最初のアウトプットミキサーっていうのが、これが、ま、全部音声が、あの、流れ、あの、いろいろな音声が流れるのはこのアウトプットミキサーです。 アウトプットミキサーにいろいろなノードがつなぎ込んだやつがこいつにやってきます。で、アウトプットミキサーが次に来るのがこのミュートミキサーなんですよね。で、このミュートミキサーはもうただの AB オーディオミックスノードなんですけど、ミキサーノードなんですけど、ただこいつに、こいつが結局まあダミーのミキサーでして、えっ、ー、と、実はですね、この AB オーディオミキサーノード、まあ次説明しますけど、あの、なんとボリュームを設定できるんですよね。 で、ボリュームを設定できて、まあ、確か0から100になったと思うんですけど、まあ、0は無音なんですよね。なので、このミックス、えっと、ミュートミキサーを0にすることによって、最終的にたどり着くエンジンの、ま、アウト、えー、ま、アウトの方には、えっと、無音が流れる。ミキサーノードで、えっと、無音にしちゃうと、その後も無音になっちゃうんで、で、無音に流れます。で、ただ、えっと、このさっき上にあった、このアウトプットミキサー、 で、このアウトプットミキサーからインストールタップでバッファーを取ると、えっ、ー、と、ちゃんと、えっ、ー、と、マイクとか拾った音がリバーブだったりとかディストーションとかいろんなノードを取ったものが、えっ、ー、と、このアウトプットミキサーにやってきます。で、アウトプットミキサーのインストールタップでバッファーを取ると、ちゃんと音は入って、で、あの、実際に端末に流れるのはミキサーノードでせき止めてるので、流れないよっていう、こういうちょっとハックみたいな使い方をすることによって、こう実現できたりするわけなんですよね。はい。ここまで大丈夫ですかはい。 皆さん、なかなかね、ちょっと ABU 電池にハックが多いんですけど、まあ今日はちょっとそういうニッチなことをいろいろお話ししたいなと思ってます。ここからもっとレベルが上がりますよ。で、次はね、もうちょっと理系の、まあ理系というか、その実際に音とかちょっと詳しい人じゃないわからない話をしたいなと思うんですけど、RMS を取得したい場合、で、えー、っと、 RMS というと AB オーディオレコーダーとアンプリチュードを使って音圧とかを取得できたと思うんですけど、えっ、ー、と、オーディオエンジンだと、まあそういうアンプリチュードとかはないんですよね。えー、なので音圧を出したい場合は自分で計算しないといけなくて、そのためにそんなのがこの RMS という値ですね。RMS って値を使うとそれをデシベルに変換して、まあそれをなんかいい感じに音圧とかに変換したりとかできますし、結構いろいろな部分で活用できるものです。 で、この RMS を取得するにはどうするかってお話をしたいなと思うんですけど、えー、先ほども出てきました。もう何回も出てきますね。インストールタップっていうのを使います。で、インストールタップの中は ABO で PC イバッファーが出てきます。で、ABO で PC イバッファーって中身が、まあこのフロートのなんかデータが入ってるんですね。で、このフロートのデータをまあ取り出すというか、まあこれ指定して、で、そのフロートの ま、データのポインターを指します。もん。なんかこの時点でちょっとね意味わかんない感じなんですけど。で、このポインターがですね、アンセーフミュータブルポインター、フロート型のね、ポインターなんですけど、このポインターのままだとね、めちゃくちゃあの、扱いづらいんですよ。なので、このまあ、ポインターをフロートの配列に変換してあげます。それがこのチャンネルの、えー、っと、まあ、データ、バリューアレイかな。で、これを、この中にある処理を することで、このポインターがフロートの配列になります。で、フロートの配列にしたら、もうこの中には全部温泉データが入,、まあ、入ってたわけなんですね、この配列の中に。あとはこの配列を、えっ、ー、と、まあ、えっ、ー、と、まあ、二乗あ、配列を二乗して、それを足し合わせて、最後ルートを取って平方根することで、この RMS というのが取れます。はい。えー、そういう感じで、ね、ちょっと RMS を取得すると、あとはまあなんかいい感じに音圧は取れたりします。 結構大変ですね。はい。え、次、ワールドを使ってボイスチェンジをするしてみる。で、これに関しては、実はね、私が話すよりも素晴らしい、あの、オープンソースで公開してくださってる方がいまして、あの、ワールドのラッパーなんですけど、ワールドインアップってラッパーがあるんですけど、まあ、これを使うと、もうできます。はい。 ただ、まあ、あの、できますというか、まあ、イグザンプルがあるので、もう皆さん手元でお試しいただければ、これ実装できるので、あの、まね、私がね、私ながら、あの、ま、今日、解説するのも恐縮ですけど、まあ、ただこれ何やってるのかっていうのは、ちょっとま、理解しておいた方がいいなと思うので、ちょっとこの、えっ、ー、と、サンプルを、ちょっと、あの、イグザンプルを使わせていただいて、その中で何をしているのかって続いて話していきます。 で、このまああの、まあ、エグザンプルを見てみると、なんかあの、インプットフォーマットとワードフォーマットがあって、これなんで2つあるんだって思ったら、なんか iOS ってどうやらフロート32らしいんですよ。ただワールドがフロート64でしかその食えないっぽいから、一回これを変換する必要があるみたいなんですよね。なので、このエグザンプルでは、なんかコンバータ、a b u でコンバーターというのを使うとフォーマット変換できるんですけど、それを使ってフロート32と64を変換しているみたいです。で、なんかこの変換をすることによって、ワールドにちゃんと64が来て、 で、ワールドから来たものが、またその、そのままフロート64と扱い出たので、フロート3 2に変換して、それを最終的には、あの、AV オーディオプレイヤーノードの、これ、スケジュールバッファー。さっきはファイルを、AV オーディオファイルの話をしましたけど、バッファーを流せるんですけど、あの、このバッファーを、えっと、渡すことによって、えっと、再生ができるんですね。 なので、これを使うことによって、ワールドで指定されたパラメータで変換したものが、AVO オディプレイヤーノーの方にバッファやってきて、それが結局再生できるよっていう形ですね。もう素晴らしいエグザンプルなので、皆さんも後でぜひお試しください。はい。で、えっと、最後になんですけど、マニュアルレンダーの話をします。で、これちょっと話被ってんので、あんまりちょっと僕は話さないかなって、 ちょっと思ってはいるんですけど、あちょっとまあ、あの、気になる方もいらっしゃると思うので、ちょっとお話しします。で、これ、基本、ブシーでちょっと書くというか、えっ、ー、と、書いた方がめっちゃ楽なんで、ブシーで書かないといけないんですけど、えっ、ー、と、iOS の13からはですね、えっ、ー、と、ま、AV Audio e n ン i n に、えー、ブロイスプロセッシング e s i o を設定することができるんですけど、13までは基本これ全部リモート IO で取るんですよ。だからリモート IO だと、あのボイ、えー、ボイえっ、ー、と、イえっと、ノイキャンとかエコキャンとか効かないんですよね。 えー、聞かないとめちゃくちゃ使いづらいなって、いうのは結構ユースケースとしてあるんですけど、そうなった時にこのマニュアルレンダー使って自分でもう音を取って、そのボ、えー、ボイスプロセッシングがよくフが音を取ったものを、えー、自分で AV オーディオエンジンのインプットノードにぶっこんで、で、それで、あの、渡すという、えっ、ー、と、手法がありまして、あの、オブシーなんでね、もうなんか、ウ、え、ェーって感じなんですけど、一応ね、軽く説明しますね。 で、えっと、この次行きたいんですけど、えっと、まずね、あの、コールバックを作ります。で、このコールバックは、まあ、あの、えっと、まあ、インプットコールバックって言うんですけど、まあ、このコールバックを作ると、まあ、オーディオユニットから来たバッファーを、えっと、オーディオバッファリストかなに書き込んで、これが後でまあ、えっと、その,この、このバッファ、このバッファは、AB4D エンジンからバッファーがやってきて、その a b 4エンジンが作ったバッファーを、えっと、このオーディオユニット、 さんが、えー、と書き込むっていうやつのコールバックで、すねでその次のレンダーは、えっ、ー、と、そのバッファーがもう、えっ、ー、と、溜まったよっていうのを知らせる、えっ、ー、と、やつで、こいつが、えっ、ー、と、呼ばれたら、a v u d e n ンジンが、えっ、ー、と、ずっとこの、走るというか、えっ、ー、と、マニュアルレンダーするっていうのが、このコールバックですね。で、えっ、ー、と、まあ、こういうコールバックを作った後に、o d ニット初期化します。で、o d ニットっていうのはこういう感じで実装するんですよね。もう意味わかんないですよね。<laughs> はい。で、こんな感じで o d ニット初期化して、 で、そのさっき言ったバスって何だった話をするとですけど、バスの0が出力で1が入力です。なので、バス0が出力、1が入力だと思っていただけます。で、ここで、バス、入力の部分にボイスプロセッシングのりと休息でボイスプロセッシングよバッファーが来ます。で、そしたら、あとは、えっと、レンダーコールバックを設定してあげて、で、あとはこのま,ま、つなぎ込みをすると、マニュアルレンダーで、あの、インプットノードがま、ずっと走って、 で、あの、ボイスプロセッション用で撮ってきた音が拾えて、まあ、あとは、ま、通常より a b エンジンのノードをつなぎ込むといきます。ね。もうすごく難しいですよね。はい。ここはちょっとあえ話しません。ということで、まとめです。はい。a b ン電ンの話をたくさんしました。はい。皆さんどうでしたかすごく難しいかもしれません。 まあ難しいことをね、最後話したと思うんですけど、最後の方はまあ理解するかしないかは、まあ皆さんのいろいろそこはお任せしていただいて、まあ今回のね、あの、この発表をね、聞いてね。 あの、いろいろちょっと、いろいろ理解とか、深め、深め、あの、理解とか、いろいろね、深めていただければ幸いです。で、a v o ジのセッションね、私以外にもいろいろあるので、他の方のセッションもいろいろ聞いていただけ、あの、いろいろお楽しみいただければなと思います。で、今回、単語質資料さんは、以下の方の資料です。皆さん、すごく助かりました。参考になりました。皆さん、ありがとうございました。資料。はい。 で、えっと、その他、えっと、ちょっと時間を増してすいませんね。えっと、アップルのオリテンエジエージュレース最後 LT します。はい。なので、これももし皆さん、ぜひえ、聞いてください。ということで、えー、終わりです。はい。引き続き ISDC2020 お楽しみください。では、私の発表は以上です。ありがとうございました。